時は室町時代、応仁元年に起こった足利将軍家の跡目争いに端を発する幕府内部の権力闘争、いわゆる応仁の乱を、瞬く間に京から地方へと飛び火し、日の本を戦火で覆い尽くした。戦国時代の幕開けである。14年に及ぶ乱により、幕府を頂点とする秩序はもろくも崩れ、力さえあれば己が主君をも蹴落とす下克上が各地で横行した。武士が巻き起こす合戦は罪なき民をも容赦なく包み込み、歴史に語られぬ数多の悲劇を生むこととなる。そしてさらに数十年の時を経て、下克上の世を勝ち抜いた者たちの中に乱世に歯を唱えんとする者が現れる。彼らは時の都である京より天下に号令せんとこぞって上洛をもくろんでいた。野望をひしめく戦国の世を生き残り、新たな時代を切り開く者は果たして。なあ、信長様、本当にやんのか？ああ、来たぞ。あれを奪う。結構な数だな。だからこそ油断している。まさか俺たちに狙われているとは思うまい。なるほど。普通のやり方ではランスに飲まれるだけだからな。又沢、負けると思うか？聞くなよ。俺はお前を信じるだけだ。行くぞ！天文15年、旧来の支配体制が瓦解した終わりでは、激しい権力闘争が続いていた。そのような情勢下で、一人の若者が元服を果たす。織田信長である。好奇心旺盛で破天荒な振る舞いを好む信長は、幼馴染の又沢こと前田利家と共に遊び暮らす日々を送っていた。父の後を継ぎ織田家当主となった後も、信長の素行が改まることはなく、家中の者たちは頭を悩ませ続けた。そんな中、駿河の大大名今川義元が三河の小大名の嫡子徳川家康を人質とすべく五曹の兵を派遣する。天下に最も近いと言われる義元の動きに誰もが静観を決め込む中、ただ一人信長だけが動いた。わずかな手勢のみを率いて城を飛び出した信長は、家康を奪取すべく今川軍を急襲したのである。信長編第一章、夜明け前、今川急襲。俺のやり方見せ。
今川の人質をぶんどるぞ。かかれ。あれは織田信長の手勢か。なぜ今川に喧嘩を売るような。巻き込まれては面倒しごく。この場は逃げますぞ、若。なんだ、戦わねえのかよ。返り討ちにしてやりゃいいじゃねえか。敵が体勢を整える前に蹴散らしてやる。開門。よっしゃ、俺がこの門を守っといてやる。竹千代とおっさんは先に逃げたろ。平門。マサさん、勝手に突っ込んで撃たれるなよ。その言葉そっくりお前に返すぜ。人質の退路を立て。ならばここに陣取るのが最善だろう。いいところに現れたな、信行。さすがによく心得ている。よし、この勢いで人質を追いかけようぜ。開門。本田平八がいる限り、こっから先には行かせねえぜ。ほう、敵ながらいい面構えだ。こちらも手を抜けんな。おじさまの人質を奪おうなんてバカなの。全力で潰してあげる。全軍かかれ。今川に盾ついたことたっぷりと後悔させてやるのだ。今川の本体が現れたか。これで後戻りはできなくなったな。うつけ野郎にしてやられたか。開門。竹の人質を奪おうなど不届き千万。うずっとどもめ、ここで成敗してくれるわ。壊してくれる。わしはここで時を稼ぎます。その間に若は逃げ延びてくだされ。半蔵、すまん、無理はするな。信行兄様はどこかな。言いつけの通り味方を連れてきたけど。またも態度を断たれてしまった。ほう、一に来てくれたのか。俺は兄弟に恵まれたな。開門。信行たちが押されているか。直ちに援護するぞ。家康を織田に奪われてはならん。急ぎ助けよ。撃ち取ったぞ。聞かせていただこう。やはり兄上はお強い。わしと手合わせをしようか。よかった。力がこれほどとは。
あとは若の分を祈るほかない。俺をうつけと侮ったか。私の獲物発見ね。これで先に進めそうだ。急ぎ人質を追うぞ。我らは今川に従うと決めたのだ。終わりのうつけ目、邪魔はさせぬぞ。東海広しといえど、今川に喧嘩を売るバカは信長様くらいだろうぜ。そういうまたざも楽しんでいるように見えるが、バカでもうつけでも勝てばよいのだ。敵将討ち取ったぞ。耐えきれん、引かせてもらう。信長様の前に敵はいねえな。人質を差し出し、今川の手駒になり下がるなど、俺ならばごめんだがな。この俺を止めようとて無駄よ。信行、来てくれて助かったぞ。まったく、いつも無茶ばかり。ついていく身にもなっていただきたい。人質の身であれ、もののふの端くれ、いやっと捕まるものか。ただの人質と侮っていたが、なかなかの気骨を持っているようだな。あなたは一体何のためにこんな無謀な戦を。マタザ、お前のような者がそばにいるから、兄上は平気で無茶をするのだろうな。いやいや、信長様が無茶すんのは出来のいい弟が助けてくれるからだろう。私の負けです。潔く従いましょう。よし、目的は果たした。引き上げるぞ。家康、聞けば駿河の今が。はい。ならば義元に勝て。天下ざれ事よ。乱世に抗う、その覚悟があるならば。はっ、この家康。やれやれ、信長様の蛮友に。そう言うな勝家。さすが信行だ。の言葉に。それよりなあ、任せと。